好奇心があって新しいことに興味、勇気を持って行動を起こします。ただしそれだけでは結果が出ないわけですね。それを持続してやっていくこと、すなわち向上心が必要なわけです。誰かに褒めてもらったり認めてもらうためにやってるんではなくて、自分自身の中に目標を持ち、そのことを続けていく勇気と、まあ、忍耐っていうのかな、それがないとこのことは結果が出てこない。例えば一つの例を言いますと、スイミングスクール、まあ、日本今水泳は結構要するに世界でも強いわけですが、日本で初めて、学校スポーツでない要するところで、できたのがスイミングスクールなんですね。子どもたちが結構長くこのスイミングスクールっていうのはこう続けられるわけですが、何がこの専門のこういうスポーツクラブで変わったかというと、水泳はですね、特に記録が出るんですね。早く泳げる、あるいは平泳ぎが泳げる、バタフライ泳げる、いろいろなクラスがあり、その上のクラスに行きたい、もっと早く泳ぎたいっていう向上心がですね、発揮できるスポーツになってるクラブが。ところが一方、英語、語学ですね、なかなかこれ語学の勉強って持続できないんですね。やっぱりこの気力とか記録とかです、目標になる目安がとっても立てにくい。まあ、山佐言語で、日本語を勉強、我々は 客観的に見ますので、ああ半年経ってこの人うまくなったなと思うんだけど、本人は全くうまくなってないように思うんですね。ですからこの辺のところが要するにとっても重要なポイントだというふうに思います。まあ、50歳からジョギングやマラソンをして、ホノルルマラソンに出ましたと、まあ、10回連続出ましたという話をしました。で、毎朝のジョギングやランニングを続けることも、まあ、向上心がないとなかなか続かないんですね。健康のためとか、体にいいからといってもなかなか続かない。で、マラソンをやってる人だと分かるんですが、だいたい我々、素人のマラソンを始めた人、ジョギングを始めた人の では1キロを6分で走ることを目標にするんです。1キロ6分で走ると 42.195 キロっていうのは4時間12分なんですね。大体平均して6キロ走る。ですからマラソンの世界的な選手は2時間で走りますので、1キロ3分ちょっとで走るわけです。で、我々マラソンを始めると最初に、こうしたいなと思うのがサブ4というんですが、4時間を切る、要するにフルマラソンで4時間を切るのを目標にして、これ要するにトレーニングするわけです。ということは、1キロ平均して、5分6分を切って走ることのトレーニングをしないとサブ4が取れない、というのが、まあ、我々が持っている一つの目標値、まあ、そこまで行きたいなという思いが。で、最初に私がマラソン52歳の時に走りましたが、ちょうど第1回目のマラソン4時間12分、すなわち平均6分だったんですね。で、前半はもちろん5分30秒40秒で走っていますけど、30キロ過ぎて疲れてくると、その部分の要するにその蓄えがだんだんなくなってきて遅くなってきて、最後6分で走ったということにこうなる。で、まあ、この練習する時も毎日朝走ってる時も、別に今は6分切ろうと思って走ってませんけど、必ず要するにキロ何分で走ってるかっていうのは自分の頭の中に入れて、今日は早かったとか、もう少し早く走れるかなとかいう、やっぱりそこに向上心がないとですね、実はこのジョギングマラソンも長く続かない、持続可能ならないというふうに。で、まあ、そういう意味では最初に申し上げた、嘘をついていませんか、あるいは約束を守っていませんかということと、ある意味では少しこう共通する部分があるんですね。で、私はこの仕事も、まあ、人生、個人の人生も幸せで有意義な人生を送るには、この自分自身の中にこのより好奇心と向上心の心を持ち続けなければならないというふうに思っています。
この好奇心と向上心というのは人から与えられるものではないんですね。自分で要するに、好奇心を持ち、興味を持ち、それをやってみて、やってみて、それを持続可能する向上心を持っていくということだというふうに思うんです。でこのことが自分の人生を特に豊かにするし、まあ、企業においても企業外の活動にしてもそうだと思う。それからもう一つ、今は会長や理事長になって、ある意味で半分こう現役のとこからこう、外れかけてますけども、まあ、そういう意味で言うと老人になりかけてるっていうのかな。で私はその老人、いわゆる老化っていうのはですね、私は年齢ではないような気がします。実際のすなわち、好奇心や向上心がなくなると、年齢が若くても要するに、老人であり、まあ、老化しているというふうに考えていいんじゃないかなというふうに思います。そういう意味で、グループの皆さんがですね、絶えず自分自身の中に今後も好奇心、そして、それを行っていくモチベーション、動機、それを持続していく向上心を持っていってほしいなというのが、この5番目のですね、好奇心と向上心を忘れていませんかという問いかけになるということです。